皆さんこんにちは、えー、満点は目指さない卓研士試験、うん、効率的学習法というテーマでですね三十本ほどお話しさせていただきます、えー、担当しますのはレック専任講師水野と申しますどうぞよろしくお願いします、えー、それではですね皆さん卓研士試験ですねまあ今皆さんですね卓研士受けようかなもしくは、うん、絶対もう受けるって決めてる え、ね、そしていや悔しい。本当に悔しいね。絶対リベンジしてやる。いろんな思いでね。聞かれてると思いますが、このまあ、今からやる話はまず宅建試験に合格するために効率的に勉強をするというね。まあ、そこのあの根本部分、誰にでも当てはまるというのをまあ、お話しさせていただきます。人によってそのどれだけ勉強時間取れるか？あと、まあ仕事で実務経験があるとかないとか。あと、他の資格試験をこう受けた経験があるとか。 いやもう全然もう勉強なんて何年もやってないとかまあさまざまな状況の方いるんですがもう一律合格するために何が必要かですでまずは10月の第3日曜日まあ2020年は土曜日16日の予定ですがまあこれはもうほぼ決定ですまああの試験のね日が変わるとか時間が変わるとかねあの形式が変わるなんたらもっと前な1年半とか2年ぐらい前からね発表されてますからもう毎年のように同じようにあの同じ日に同じ時間でやるわけですよ。 でまず一番最初に皆さんにね意識していただきたいのはどのどんなふうに勉強しようかなどのテキストを使ったらいいかな、ね、何から始めればいいかななんてことはまずはどうででもいいんですまず一番大事なのははい2022年の10月の16日のこの試験に合格すると決めてくださいこの試験で受かると決めてください。 受かりたいなじゃダメです。受かると決めてください。あのこれね、いや決めるのはだって試験実施団体の方でしょと。そうなんですけど、もう決意なんですよ。それ結局ね、あの何何回やるときに受かりたいな来年受かればいいなっていう程度だと、そんなね甘くないんですよ試験。あのやっぱりねあの誰もがね二十見てくださいこれ二十何に二十五万人。 どここう申し込んでますよ。で受験者なんかずいぶん減ってますよ。あの勉強進まないからです。あでももちろん体調が悪いとか休養が入ったとかあるでしょうけど、うん、やっぱりあのいやもう無理だなと思ったら行かないんですよ、うん。でも25万人もこれ受け受かりたいとみんな思ってに決まってんじゃないですか。7000成も払ってるん,んですよこれ申し込みにそれはみんな受かりたいですよ。 でも受かるのってこんんなもでですよ、ね、3万とかですよね15とかですよね万ととかかれ、ね、まあ,あの年によってパーセンテージとか違ったりしますがこの受験申し込みとか違ったりしますが人数ね要はこのこの試験はやっぱりね人気高い。えでも受かりたいなと思ってる程度じゃあそんな簡単には受からないですよ、うん。じゃあ受かると決める。じゃあ何が違うかって言ったら、うん、例えば直前期とかやっぱりね試験ってねこう ずっと勉強すると右肩上がりに行く方の方がどっちかと少ないんですよ。あの一生懸命勉強してるけどなかなか実力上がんねえな。でその実力上がんないななんていうふうになってる状態で例えば二週間ぐらいの前で前のところで模擬模擬試験でだいたいなんか合格点で三十点台後半じゃないですか。三十点台五点から七点八点っていうねそこら辺じゃないですか最近って。あの以前ね二十点台でも合格の年あったんです。問題がすっげえ難しい年は。 うん、だけど最近結構問題優しくない難しめだけどそれでも合格点って高くなってるんですよ。うん、だからまあ模擬試験で20点じゃちょっときついなえ25点じゃきついな30点ギリギリじゃきついなっていうね人によって感性違いますが、うん、本当にね2週間前の模試で変な点でうわもうダメだったかって思うといいいですすか受かか受るるとと決めていなないどうなるか言いますこれ今年無理くせえぞ。 ってなるじゃないですか。そうするとね、やたらね残業が多くなります。仕事が忙しくなります。要は試験もうダメだと思うと、もういきなりなんか仕事やたら頑張り出すんですね。残業して。えあとね体調が悪くなるんですよ。これなんか最近なんか頭痛いえな、首が痛いえな、腰痛いてえな、血痛いてえな。なんか痛いところが増えてくるんですよ。なん、はい、でか分かります？そう落ちた時の伏線張るんですよ。結局もうダメか今年ダメか。 っっていうこととはちょっと仕事とかすげえ一生懸命頑張ってる手見せねえと落ちたらみっともねえぞって頑張って仕事発車するんですよ。うん、あと体調悪いアピールいや本当悪くてあの実際直前期本当に体調悪くなる方いるんですよ。うん、そういう方は本当にかわいそうだと思うんですけどでもかなり多くの確率で落ちた時の伏線なんですよ、うん、もうあの周りはね「お前落ちたのか大変だな残念だったな」。 うん、頑張るよ」とか言ってくれる心の中じゃねえ。お前また落ちたんだよ。また逃げたじゃねえか。またダメだと思って残業しだしたな。また何か腰痛い気をついてとか言ってなんかあの言い訳かましてたなとかって思われてんですよ。悔しくないですかだからもうこうしてください。もう絶対受かると決めるさい絶対受かると決めるとたとえ直前に変竹林な点数取ったとしても絶対合格って皆さんの人生の肝物をしてたらなんとかせねえかんとなる。 そうすると何とかしなきゃいけないってそこで考えるそして努力できる合格するんですよ。このね思いの違いこの合格したいっていうそのその思いのねこの緩さと強さって僕全然違うんですよ。だからね私はねもうオーバーな話なんじゃないんですよこれ本当なんですよ。絶対合格する決めたらもう半分終わりです。<laughs> 半分終わりそうでですす、うん、これ精神論じゃないんですよ 何事もね絶対ここまでにこうする絶対合格するって何々するって決めるのとしたいな転職したいな自分で何か独立で開業したいなあ絶対したいなのレベルじゃできないからえ絶対やるんだここまでにするんだ決めてくださいこんな話で6分も持っちゃいました6分も経っちゃいましたでもね一番大事なんですよこの決めるっていうのがうんじゃあ決めた決めた何すると勉強ですあのだからお調子もはね でも絶対合格すすするるっってて決めまししたかかからって言うじゃないでで勉強しねえんですよ受かるわけねえだろうなもん、ね、だもから受かると決めたら努力をするんだけどその努力の仕方がを間違えると危ねえんですよ。ですかじゃあ試験科目というので、まあ、ご存知の方も多いと思いますが全部で50問で、まあ、マークシートなんですよ。でマークシートって受けやすいけど受かりやすいとは別ですよ。だって受かりやすいかどうかみんなが同じ条件なんだからみんな選択だからなんか運よきゃ当たるんじゃねえかと。 いやだな,だな、うん、あの、うん、まあ卓球試験50もねこれだけの点数たまたまで当たるわけないじゃないですかもちろん勉強しなきゃダメなんですけどこれ、まあ、結構広い分野ですで細かい内容が出題されることはありませんいやあるんだけど結構業法とかも結構深いところまで出てんだけどあっても合否に影響しません高校なんですよ。要は今日のテーマは満点を目指さないっていうね でも今なんか絶対合格するとか言ってたじゃないですか。そうです。じゃあ満点ぐらい目指した方がいいんじゃないですかって思いませんか。あの満点ぐらい取ったるっていうね、その気合はいいんです。でも本当に満点を目指す勉強をすると効率は悪くなります。これがね、ちょっと難しいと思うんですよ。 なんか満点ぐらい、ね、もう何でもとにかくやるぜって言ってね頑張れば頑張るほど実力って上がると思うんじゃないですかブーなんですよあのやっぱりこの試験ってそのもう朝から晩まで卓研の勉強だけしてりゃいいっていう状況の方は満点狙っててお勉強していいでですす時間が解決するんでだって1日10時間ぐらいねもう朝から晩まで卓研の勉強だけしていい そんな境遇だったらもういくらでも満点にならってくださいよもう時間でもう満点近く受かるぐらいまでいけるでしょうね、うん、だけどそうじゃねえはずなんですよこの宅建試験は、まあ、やっぱ仕事しなががら受ける方がほとんどです、うん、不動産会社で働いてるあの大変じゃないですか大変ですよね,ねえ。何が大変かってうもう休みただでさえ少ないしあとお客がもうほんと振り回すんじゃないですか ああもう休みなのに行くのかよとかね、うん、でも営業で成績上がるためにはお客さんに合わせていくもう休みの日も潰れるでいや仕事だけじゃないですよだってプライベートも友達とねやっぱりこう楽しんだりとかどうですやっぱり彼氏彼女とこうデートをしたい、ね、奥さん大事に、ね、ご主人大事にやっぱり家族サービスもしなきゃいかんじゃないですか。え主婦の方 なんか週だとなんか朝から晩まで暇だと思われてて本当に頭きちゃうそうですよね忙しいんですよ家事育児大変なんですよそういういろんなやらなきゃいけないことをやって限られた時間で勉強するんです満点なんて狙って1年とかそこで受かるわけねえだろうなんですよじゃどうすると満点狙わないことですででイメージなんですけどあこれ書かなくていいですよ あの大,体の大体試験って試験自体が出,て出してるのがあの全体で10とするんですよ。そうすると合格点プラスそうですねまあちょっと少ない目にすべても23点はここなんですよ。割割から3割の状況が出てんですよ要は毎年ここから出るよって大風呂敷き広げながら出てるところはもう合格点プラス23点34点ぐらいはもうここなんです。割割から3割 であのこれね、あのー、今この話のね、原点なってのがパレートの法則っていうのがあって。あの、十、だ、十から出るよとか、十とか大ぶらし広げても。実際大事なことって、二割程度なんですって。だから、例えば、あの会社でね、こう、全社員いる。だけど、会社の売上のなんか、八割をこう、売り上げてるのは、二割の社員。だからもうエース級のね、できるやつで、や、なんかこう、構成されてるんですって。 でそういうういいい流れってののは世の中あるらしいんですよ要は10のうち本当に大事なとこって2割とかそこらなんだよとこの卓球試験も当てはまってここから出るよって言いつつ合格点プラス23点いやもっとですここから出るんです。うん、じゃあこの2から3にはみ出たこの10箱隅をつつくような問題は出ないんですか出ます。うん、だからな何これ見たことないよ。 とととかか聞いいたことないよとかテキスト全然載ってないんだけどこんなことっていうのがそうですね毎年年年少ないいでも問問多い年だと 12, 問でできますさすがに123問とか言うと30点台前半とかの合格点で決まるんですがうん10問ぐらいの年だと30点台やっぱね3456そこら辺いくんですよ。 7,8問5、6問ぐらいの課だとやっぱ38点の年とかねあったりするんですよ。要は今まで何見たことないよ聞いたことないよ出たことないよっていうそういう点が出てくる可能性はあるんですよ。でですよ。じゃあ満点狙う勉強をするということはどういうことかとる全部やるんです。さあ全部やるとどうなるか。あのー、全部やれば満点いけるんじゃないですか。あいぶーいけないですよ。だってぼやけますから。 ごめんなさい。一つ大前提忘れてました。もし皆様が記憶力が抜群に良くて一回覚えたらすぐ覚え、確実に覚えきれるっていう能力をお持ちで満点狙って隅々やったら満点近くで受かるでしょうね。うん。あのそういう方をちょっと想定してないんです。の普通、もう普通というのがちょっと難しいですけど、もう一般的なもう,う普通のもう一般的な方を対象にも話してるんです。 だから一部の大天才の方は、ね「あもう好きにしてください」というかこんなの私のくだらない話聞いてるんけどもう決して見てあの自分で勉強してくださいでレックとか来なくていいからもう自分で勉強したら受かるからそれで<え>でもその一部なんですよやっぱり勉強の仕方どうしようえ何をどこまでやればいいんだろうえ読んでてもなんか分かんないとこいっぱいあるそういうそういう状況えじゃあそういう方満点狙って勉強するとえここぼやけんです大事なところは。 で結局どうなるかというとあの例えば問題見た時に全然見たことない問題はないけどなんか2つには絞れるけどなんか裏書かれたりすること多いんだねいつもねみたいになるんですよ、うん、あの裏書かれてるんじゃなくてここが入ってないんですちゃんと要は結局点数取るべきところが確実に入ってないからなんか全体的になんかできるんだけどなんか点数いかないなってなってるこれね何年も何年も合格いけない典型的な 方のパターンなんです勉強はしてるけど受からないでねあの私ねあの勉強してない人が落ちるのは「あのすいません全然かわいそうじゃないんです」あの「いやだって勉強しないのが悪いんだからもう全然もう同情の余地もないじゃないですか」ところがね「勉強頑張ってます努力してます」「努力をしているのに合格できない」っていうのはこれは何かね一とじゃないんですよ。 だって頑張ってる人ってやっぱりね普通の人間は応援したくなんですよで頑張ってるんだけどその頑張り方が空回りしてる人って何とかしてあげたいんですよ、うん、でもやっぱりそのずっとついてあげられないから無理じゃないですかじゃあせめてここでね分かっておいてほしいのがその頑張る努力の方向性が満点狙う勉強するとぼやけるから満点やめとけっつうんです、うん、ここをちゃんとしっかりやりなさい 効率的に学習するために、どのような学習をすればいいか、次のデータをご覧ください。ってなってててなこれ、何のデータかというと。十七、十八、十九、二千二十の十月、二千二十の十月。試験のデータなんですが、五十パーセント以上の正答率の問題数。四十三、四十四、十四、四十五、四十。何が言いたいかというと、五十パーセント以上の正答率というのは、受験者の正解率が、正答率が。 5割、要は半分の受験生ができる問題を全部拾うとこれなんですよ43、44、41、45、40で下が合格点なんですよ絶対合格点いってますよねいいですか正答率が5割ということは平均的なみんなができる問題をちゃんと取ればこれだけいくんですよでも周りの人が取れてもケアレスミスとかそれは多少なりとも落としちゃう問題ありますよね でも、その五十パーセント以上正当できるもの、をしっかり取れるようにすれば、合格点はいくんですよ。要は、正答率が二割とか三割とか、そんな低い正答率の難問を取らなくても、合格点にいくというのを。分かってほしいんです。だから、見てください。ね、受験生の半分以上が正解できる問題、難問であるはずがない。そうなんですよ。難問のあるはずがないんですよ。だって、もう、この試験で二十万人。 もういっぱい受験する人いるんですよで、なんか宅検っていうのを聞いたことあるの受けてみようっていうそういうノリで入ってくる方すごい多いんですよ、うん、なんか資格の勉強したいけど宅検ってなんか聞いたことあるの受けてみようみたいなね、うん、いやなんかあんま目的ないけどとりあえず受けてみようみたいな人ってすごい多いんですよでもね結構変えるうにあるんですよいや難しいねこの試験ってねと。うん、でそこでまあ辞めるのも人生全然止めないですよえだって宅検なきゃね人生終わりとかじゃない全然宅検なくたって立 人いっぱいいるじゃないですか別に宅検だけが人生じゃないですよでも宅検をなんとか欲しい例えば不動産会社でねやっぱりねお客さんに対して宅検持って信用を得たいえ宅検取って何か今までの人生を変えたいえ宅検取ってえ何か新しい何かを始めたいそういう思いがあるから受けるんですよねじゃあそれやるのにじゃあ宅建ない勉強してる人の半分が 取れる問題をちゃんと正解すれば合格でできるんです全然勉強なんか慣れてないよ勉強なんてもう一回すごかったのがね私の一番すごい今まで20年間ね講師やってますけどねあの一番すごかったのがあの中学校の中間テスト以来ね試験の勉強したことないっていおじさんがいたんですよ。あの植木職人であの はしごから落ちて骨折してでも植木初期に危ねえからやめろって家族に止められてでも男は仕事しなきゃな生きてる価値がねえみたいになって知り合いの不動産会社に入れてもらったんですってで入れてもらったけど何も植木ばっかりやってたから何も不動産わかんねえとだから宅建でも取ってねちょっとでも恩返ししなきゃっていういや本当お得意があるおじさんですよね、うん、そのおじさん「俺さ中学校の中学ですえらいさ勉強したことねえんだよ」と「いやそれはさすが分かんねえだろ」と思ったら一発で合格したんですよ。 もうね感動しましたね。うん、で私その時まだあ,あの三十前半ですよ。もうその方六十超えてるんですよ。どうです。三十前半の若造のことなんてね言うことなんて聞きたくなかったでしょうね。でもね全部え、ね、これやれややった方がいいのかそこじゃやるわ。これはいらないあじゃあやんねえ。全部やってくれたんですよね。受かったんです一発でね。 うん、もうその方だから結局その方はもう勉強の仕方全然分かんないからえとりあえずもう言われるがままにこの問題は取るこの問題はいらないもう全部任せてで全部やったその結果ねサクッと受かってんですよねだからねもう生半可にその勉強というもの自分の癖がついてない分受かんの早かったんですよね。という人もいるんですよ。だから何が言いたかったらこの頭の良さとか能力云々よ。りも 結構勉強の仕方とかで合格できるできないが、かなりの確率で変わってくるんですよ。で、もともと試験慣れてて賢い方ってもう自分の勉強法があるから、それでやれば受かるじゃないですか。で、そういう方もいっぱいいらっしゃるはずです。で、そういう方は少なくとも私の講義聞いてないで、さっきみたいに自分でやれっつ話でえ、それでいけるんだ。それをけるんでしょうからえ。でもやっぱりなんかこうヒントつかみたいな。 っていう風になってたんだったら悪いことやらないから満点狙わないでくださいだからもう一回言いますけど満点になると何がいけないかっ,てったら全部やろうとするとぼやけるから結果的に点が伸びない、うん、だから頑張って満点狙って勉強してても結果的になんか点数合格はしたけど高得点行かないよねって方多いですでも合格すれば私はいいと思いますよ素晴らしいことだもんですようだけど行かないな思ったよりなみたいにねそういう人って多いです、うん、逆に 満点なんて狙わないでもうここだけーってしっかりやるんですよそうすると40点オーバーで合格なんて平気でゴロゴロいますなんでそんな差が出るんですかねと、うん、基本が大事だからです要はこのいろんなことをやりすぎると本当に大事なここがぼやけんですよでもかいちなことをしっかりやって確実に頭に入れることでそしてただ覚えるんじゃなくて考え方も学ぶんです そうすると一応聞いてこれがこういう規定があったからこっちもこうじゃねえかな当たるんですよそれが。だから結果的にこの少ない知識だけどここを徹底的にやった方が合格はしやすくなるというそれがポイントなんですで。 あの一応じゃあそういうのにどうすりゃいいかっつって独学じゃ難しいとか効率的な学習ができるとかね予備校とか、ね、情報を要する疑問点質問できるとかね、まあ、このメリット書いてありますがその、まあ、講義聞くだけじゃなくてそうやって質問とかあと勉強の手順とかそういったところも常にこうね講師と。 うん、もしくはあの通信の方もこう本部がねあのあと質,問こう質問の,あのやり方があるんでね、うん、そういうのでやれるから、まあ、そこでいいですよねっていうんですけど、まあ、今別にあのとりあえずあの別に学校行くつもりはないよって方も多いですよね。うん、でその時に意識してほしいのが要はこの10のうち2かんの勉強をするじゃあこの2課さんって何,何なのどこに乗ってんのっていうのをお話ししておきます。過過去去問問です過去問 過去の問題集ですでこの過去問はちゃんとやりましょうね。でおそらく合格した人に「卓球の勉強って何すりゃいいの?」「過去問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 」みんな過去問って言ってくると思うんですよ。うん、あ私あ過去問です。うん過去問です。言い切りますえ。でも予想問題とかいっぱいやった方が「いや過去問です」「いやもしとかいっぱいや過去問です」うんあの「過去問が大前提です」で。あのもしとか あと市販の問題集とかはあの別にやるのは悪くないけど過去問ができてないのにやっても意味ないです。要は過去の問題こそこの試験の本質なんです。で結局ねその合格するっていうための思考回路を持っていただきたいんですがこの試験は何が大事なのか何が大事なのかでそもそも何の試験なのかこの宅地建物取引士の試験って。 あの不動産の重要事項の説明という能力があるかどうかを測っているんですよで不動産の商品説明なんですよその能力があるかどうかを測っている試験なんでずっと過去じゃあそこの視点で問題作られているということは大事だから出てるんですそれが取引所の資格として大事だから過去出てるんです今年も大事だし来年も大事だし10年後もここは大事なところなんですただ最近はレベルがどんどん上がってきて 1>, 1行2行の問題だと簡単すぎちゃうから2行3行4行5行と長い文章で引っ掛けも巧妙に作られてなかなか大変になってるんですよ。でも聞かれることは同じなんですよ。そこをを分分かかるると過去問をやるべきっていうのは分かりますよねそれはなぜなら過去問をやるこここととでのの試験の大事なところが見えるからだからいや過去出た問題ですよねこれねやっぱり未来見なきゃ予想問題とかの方がいいでしょうとダメ あの予想問題をじゃあやって予想問題だけで仕上げてってじゃ各社各講師予想大外れだったらどうします落ちますよ。うん。あ私予想ってあんま好きじゃないですよ。あの予想なんてしない方もこの試験受かるんで。えやるべきことをやったら受かるんで。もう直前とかで予想とか言うとねあの予想とか言うとねあの来るんですよ。じゃん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 。うん。そうするとまあ前人になるじゃないですか。うん、だけどねいやいやいや予想じゃないです。もうちゃんとやるべきことやったら受かるんで。 じゃそのやるべきことって何だったら過去問に出てることなんですよで誤解しちゃいけないのがいや過去問はやりました、うん、でも過去問やれって言ったけど落ちましたもうどうすればいいんですかっていうねやっぱご質問とかお悩みは毎年来るんですよもう過去問ねもういやもう十何年分も全部パーフェクトにやったけど完璧に覚えたんですけどそれでも落ちましたうん覚えてるからダメなんですいや過去問覚えてるからダメなんです いや過去問を覚えろなんて言ってませんよ。過去問をやるって言ったんですよ。やるというのはどういうことかまずはあのー、過去問を繰り返してしっかりやったのに落ちた方はもう一回見直してくださいよあの。過去問の正解番号を覚えてます。もしくは過去問通りに覚えてます。その答えだけ覚えてます。そうじゃねえんですよ。その過去問に出てるポイント論点テーマをしっかりと理解してな何でここはツかってつけられたかどうかそこ見てください。 結局過去問というのをやるというのを過去問の答えを覚えるこれがちょっと違うんですよ。過過去去問問というのののをを題材にその過去問の周辺をしっかり学ぶこれが竹の勉強なんですだからあの過去問は過去問のままそのまま答えを覚えてるっていうともうね下手したらねもう問いの3は正解番号は4番だったこの一番短い文章が正解だったとかもうね覚えちゃうんですよ。 何回繰り返しても正解できるでもそれは中身が分かってじゃなくて答えの番号を覚えてる、まあ、こういう人は多いですだともう過去問いきなり答えを覚えるとするからもう忘れやすいちゃんと理解しましょうよ理解してちゃんと過去問をやりましょうよだから過去問を勉強の題材として使えば間違いない、ね、そして過去問に出てないことはもういらない捨てるっていうところが大事これが効率的な合格法なんです。 うん、これがもう全てございますでただそれでもねやっぱり難しいじゃん、うん、そうですね難しいですね、うん、でそこでまあアドバイスなんですが今日始めた人は明日始始めめたた人明あのー、まあ卓球試験ってね300時間の学習が必要って言われております。で言われているんだけどこれ 500, 500とか1,000時間やっても合格してない方はいっぱいいらっしゃいます。逆に100時間ぐらいでもポンと受かっちゃう人もいっぱいいらっしゃいます。 うん、あの平均的な感じなんだこれ、うん、だからこれ平均値だからもっと多い人も少ない人もいるけどやっぱり効率的にやってる人は満点狙うってことは絶対しません、ね、あの多分かるんですよ結局どんな試験でも入試、ね、例えば高校入試大学入試とかでも結局満点を狙うやり方って非効率なんでね例えば私がいつも出す例は例えば株 株株ってわかりますすよよねあの投資の株で,すよで例えばじゃあ皆さんが1,000万円もう好きに投資していいよって言われたとします1,000万円ある余剰資金がねでその時に A 社 B 社 C 社 D 社って4社あるで A 社の株は絶対100%もし上がりますえ B 社の株は90%上がりますえ D 社はうーんまあ10%上がるかどうかわかんないでも上がったらでかいよっていうのがありますどうします あの十パーに入れます、買います。これ買わない方がいいと思うんですよね。うん、やっぱり、いや絶対、絶対上がるっていうところに、いや全力でこう時間っいうか。お金投資した方がいいんじゃないですか。うん、要するに、勉強時間もそうなんですよ。例えば、もう皆さんのね、あの状況によって、この取れる時間数違うと思うんですよ。その取れる時間を。要は、すごいよく出るところ。うん、まあまあ出るところ。あんま出ないところ。 どれに投資するって満点狙うっていうのは全部にね時間費やすことなんですよもったいなくないですかこの10%も出る確率がないところに時間使うの限りある時間ですよそれを全部に投資するって非常に費用対効果コスパ悪いんですよ、うん、だから絶対出ると思われるところ出る確率が高いところに時間注力した方が合格しやすいに決まってるじゃないですか、うん、だから満点狙うなってことなんです うん、だからあの絶対合格って決めてんのにいや満点狙った方がいいでしょといやいやいや満点点いいやももしし高得点っていうのもあままりおすすめしませんとにかく絶対合格するっていう決めてねもう最低ラインでも絶対受かるっていう方の方があの効率よくは合格しますね。うん、であと基本にに忠実になるだからやたら難問とか難しいことをだからね例えばあの2021年でねやっぱり権利関係は難しい問題難問も出てんですよ。 でその難問を取るために難問の勉強をしだすっていうのがちょっと一番危ないんですよね。うん、なぜならこの試験は宅研業法をしっかり取ってそして法令上の制限で落とさないところを落とさないようにする<え>というのがもう絶対なんですよ。というところをね、まあ、意識しながらやってください。でまあもう一回言いますけどなるべく早くやった方が時間多く取れるんだから当たり前ですよ。それは有利ですよ。だと決めたら速攻スタート確かやるって決めたらもうすぐやる。でね でまあ、私が受験生だったらさすがに年内やんないですけどねだってやっぱ正月とか休みたいですもんクリスマスとか年末とか,なん,かなんか楽しみたいですもんお、まあ、今年コロナだからあんまり飲み行けないからまあいいかなだけどいやでもやっぱり年明けないとスッキリしないですね。 うん、でまあでも年明けた時も大体不動産ってね東京に賃貸やってるとねもう1月とかね2月超繁忙が忙しいんですよ。いや3月ぐ,らいかなぐらいかなでいろいろ人によって情状は違うと思いますが要は「よしやるぞ」と決めたらもうやってください。でもう今できないと思ったらあのやんなきゃやんなきゃと思いつつなんか中途半端にやるぐらいだったらやらないもうここからやるって決めてやるこれがスタートダッシュ大事です。 あのスタートダッシュがうまくいくとね。なんかこう乗るんですよ。勉強でね。うん、だからまあ、やらなきゃやらなきゃと思ってて、ちょっとずつ何回やってても <laughs> 中途半端になっちゃうね。それは皆さんのタイミングで始めてください。ただ、最後にレック卓建講座で2020年突破。そうですね。まあ皆さんがね。努力する。絶対合格するって決めて、そのサポートをねまあ。レック 我々が、ねまあ、皆さんの、ね、お手伝いできれば幸いでございますというところで、まあ、今回のお話はその程度で終わっちゃうんですけどまだあのとにかくねあの合格するって決めるのは大事えでもあんまり満点狙うとかって,言って隅々までやろうっていうそのやりきれないなんかこう予定を立てるのはあまりよろしくないです、うん、だから気合いはいいんですでもまずは基本をしっかりしてくださいで基本をしっかりしてさらにもっとできると思ったら手を広げるのはいいです でも基本がなってないうちに難しい言葉やっても崩れやすいんですよ。っていうのをね意識しながらじゃあその基本って何言ったら過去問そして過去問でも正答率が50%を超えるような以上の問題をしっかり取レーよするこれをね実践していただくと合格します。まあ、そこで皆さんがねレックのの、ね、講座を使っていただき、ね、我々レックの、えー 人間がねまあ、皆さんのお手伝いをできれば幸いでございます。以上でございます。はい、いまあ、30分ね。経ちましたので、ね。まあ、これで今回のお話は終わらせていただきますがねまあ、今後ともえー、まあ、こういうガイダンスとかね。まあ、お話随時ね。まあレクバーアップしますのでね。まあ、是非ご覧になっていただければと思います。以上でございます。それではご清聴、ごんツアありがとうございました。それでは本日の講義終わります。